ごきげんよう。高齢者起爆剤講演家の宮崎豊です。高齢者はこう書いております。高齢者から光り輝く高齢者を目指す情報を発信しております。できたら一緒に喜び合えるような情報でコミュニケーションを取っていければなと思っております。今日も3冊シリーズの中の今日は第3弾をお送りしたいと思います。これは綾小路きみまろさんの中高年登りきってもいないのに下り坂というね。もうそういう私もまだ登りきってませんから下り坂にはなりたくないのでこの本を読んでいきたいと思います。これがですね第4章ご主人はラブレターを書きましたかというね、まあ、この4章を済んでおります。そして今日はその4章のもう終わりの方になってまいりました。今日これが終わりになりますかね。なって5章入ってちょっと初めの方まで行ってみたいと思います。第4章です。奥様は特別人工記念物晩秋の釧路へも行ってまいりました。寒かったですが地元の人たちの心は温かかったです。釧路といえば釧路湿原、釧路湿原といえば丹頂鶴です。日本最大の湿原にあの丹頂鶴が生息しているのです。丹頂鶴を見ておりますと私はなんとなく親近感を覚えます。どうしてかなと考えてみると鶴という名前もそうですがあの頭あちらは赤いものをかぶっていて私は黒いもの、色合いの違いはありますがどこか似たもの同士。でもあちらは特別天然記念物、対する私は特別人工記念物、その心は人によって作られたから。奥様ご主人もそうですが調べてみますと丹頂鶴の頭の赤い部分は赤い羽が生えているわけではなく肌が露出しているために赤いのだそうです。つまり歯丸通りで親近感が湧くわけです。丹頂鶴の生活は面白いですよ。朝起きて餌を取って食べて寝る、次の日も朝起きて餌を取って食べて寝る、そしてまたその次の日も朝起きて餌を取って食べて寝る。単調なんです。まるで奥様のクッチャーね生活と一緒です。可愛いのは求愛ダンスです。オスとメスが一緒に踊ったりしてなかなか楽しそうです。でも真剣なんでしょうね。奥様は踊ったことがありますか？求愛ダンス踊り方がわからない？ お茶をご主人と持ちながら一緒に踊るなんてダンスはどうですか？これが本当の茶ダンス。茶ダンス。散らかった部屋を片付けながら踊る方法もあります。もうわかった？まあ悔しい。そう、生理ダンスです。単調するに見習うべきことはまだあります。彼らは一度つがいになると最後まで添い届けるのはそうです。あっちこっちの若い子に目移りしているご主人は特に見習うと良いかもしれません。他に仲の良い鳥といったらおしどりが思い浮かびます。でもこのおしどりどんなに仲が良いのかと思ったらなんとオスはメスが卵を抱えている時期には他のメスに求愛することもあるのだそうです。つまり妊娠中の妻に隠れて浮気？ご主人の知人の友人も真っ青。それに繁殖期以外はオス、メス別々に行動するのだそうです。まるで仮面夫婦ということは奥様お宅はおしどり夫婦ねなんて言葉褒め言葉じゃないんですよ。もっと恐ろしい鳥もいます。それは括弧他の鳥の巣に卵を産み自分は子育てをしないでその鳥に育てさせるんだそうです。要領がいいというか賢いというか育児放棄というか…卵から帰ったヒナもなかなかやります。自分の方が居候の身なのに他の鳥の卵を落として餌を独り占め。ダダ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 ーまあダダダダーンとなるかほらまるで火曜サスペンス劇場の世界です。あの可愛らしい鳥たちの世界でも鳥肌が立つような激しい生存競争が
繰り広げられているのです。たとえ単調な生活でも、おしどりや格好より単調ずるを見習うのが良さそうですね、と。そして今日はもう一ついきます。第5章を入っていきます。第5章は相変わらず骨董品にハマっていますということですね。そしてその第1は、ショッピングよりジョギングが好きです。こう見えて私、4、5年前からショッピングではなくジョギングをしています。走るのは朝7時とか7時半から。まあ、金丸さん、芸能人なのに随分健康的な、見直したわ。お奥様、芸能人は不健康な生活を送っているというのは明らかに偏見です。規則正しく、そして清く美しく生きている芸人も大勢いるんです。それに、そもそも私は芸能人ではありません。私は漫談家、地球は温暖化、奥様のお腹はへっぽこお腹、一言多いのだ。私の仕事、怒らないでください。私はいつも、だいたい4時半に起きているんです。眠い眼をこすりながら、えいやーと頑張って起きているんじゃないんです。4時半頃になると、自然に目が覚めてしまうんです。ご主人もそんなタイプでしょう。わかります。これこそ中高年の特徴。先がだんだん短くなってくると、1分1秒でも長く起きていたいと思うのです。一時期、肉離れを起こして走れなかったことがありますが、今は風が吹こうが、雨が降ろうが、雨が歯に挟まろうが、嵐になろうが、嵐がテレビに出ていようが、一生懸命走っております。肉離れを起こした時は痛かったです。父離れも、親離れも、子離れも、すでに経験済みですが、痛い思いをしたのは初めてでした。君丸さん、相変わらずいい加減なことを言っているわね。ところで君丸さん、走っているとき、かつら暑くないの？いえ、暑くないの？余計なお世話です。走るときはかつらをかぶらずに帽子をかぶっています。帽子を目深にかぶって変装しながら前を向いて走っているです。後ろを向いて走ると危険ですから。でもね、奥様、カツラを取ってもちょんまげはついているんです。え、どういうことかわかんない。ちょんまげは私の地毛なんです。だから地毛を帽子の中にぐいっと押し込んで走っているんです。のほほんとしたタヌキみたいな顔をしていますが、これで結構いろいろ工夫をしているのです。大した工夫じゃありませんが。というのが今日の綾小路金丸さんの中高年登りきってもいないのに下り坂。今日は第5章に入っていきましたね。5章へ入って、相変わらず骨董品に余ってます。次回はね、次は若い者にはまだ負けません。おお、どんなんか、ちょっとまた次回を楽しみにしていただきたいと思います。まあ、今のさ、ショッピングでなくて、ジョギングをしているとですね、私はジョギングではないです。ちょっとあることを今日は着てきましたよ。みなちゃん。まだまだ動画作りに燃えております。動画作りに走っています。皆さん今日も元気で、また一緒に喜び合える情報で交換しましょう。ごきげんよう。